トップの位置を安定させる総集編です。トップの位置を安定させる、やはりトップが安定しない方が多いですね。やはりラウンドしていてトップの位置がいつもどこにあるのか分かんない、手の位置がね、で手で上げるとどこにこうクラブがあるのか、まあ、自分の位置なかなか理解できている人がいないんですね。やはり体からしっかり先行していくと、手のポジションというのは分かります。手だけでいくと、まあ、いわゆる手探りという風になってしまいますから、体の動きからバックスイングする、まあ、トップの位置を毎回同じところに収めなければいけない、その方向をおっしょと教えます。まずは体からまずトップの位置を作って、それから手の動きを、につなげていくと簡単にバックスイングというのは同じところに上がります。まずだから足、上半身ですね、足から上半身がまず正しいトップの位置を作る、ここでまず作ってしまうんですね。ここがまずトップの位置です。足がその後に上が引っ張られて同じ形になっていく、下から連動していく動きでバックスイングをすることで、まあ、大体同じ形というのをイメージ意識することができます。どうしても上半身からね動きやすいんで逆です。上半身を押さえて下、それから上が引っ張られて動いていくことで同じ、毎回同じトップの位置を作ることが可能になります。自分がどういうトップの位置に、ね、なっているのかいつも不安な方っていうのが多いと思うんですけれども、それは手から形を作ろうと している、そうすると、まあ、クラブはこのように遊んでしまうということですね。まあ、結果アウトサイドインになってしまっていろんなミスが出ると、ということですから、まずはですね手で上げる場合と体で上げる場合比較をしてみます。手の動きだとこのようにクラブがから動く、足は止まってますね。そうすると手が上がってこの反動が来て外から入ってしまったり、トップが定まらない、足腰がまずトップの位置を作り、そこから手が、引っ張られて動いてくることで、どうでしょう、こう同じポジションに上がりやすくなります。そうすることで、まあ、実際ねラウンド中っていうのは、非常にプレッシャーがかかっている状況になってくるので、スイングのことをいろいろ考える、ことができないんですね。ですからこのように足をまず使ってそこからもうスイングしていくと、それに引っ張られてくることしか考えなくていいです。やはり、どうしてもこう手の動きというものを、使おうとする方はこのように足腰の、ストレッチをしながら下半身リードで、ね、上半身ではなくて足腰リードでスイングしていく、これがまずトップの位置を安定させる、非常に重要なファクターになります。別に毎回いいスイング、正しいスイングをする必要ないんですよ。同じスイングをしたい。これがまず再現性という言葉になりますから、ここの足腰の使い方で、まあ、実際スイングしてみるとそこまで、分からない方が多いですが、やってる本人としての、展開は足から、上半身へとつなげていく、この展開を理解していくということがトップの安定感を手に入れるまず一番初めの重要ポイントになります。そして次にトップの一呼吸というお話になります。トップの一呼吸、これはねトップで止まるかどうかということなんですけども、まずはトップはね止まるもんではないということも一つありまして、流れの中で打つ、ここで一度止まってから打つっていう方を、これをね大事にしすぎている方は多いんです。基本的にはこうリズム感、1、2のリズムというかですね、切り返しトップに行く前にもう下半身は先行しているので、あまりトップで止めるというのはあまり私自身、レッスンではお話ししませんし、私自身もそうではないですが、ただですね一瞬の間というものはあるんです。でこの一瞬の間が作れない方っていうのが多くて、まあ、もしくはねこうやって止める場合、本当に止めちゃう方ね、本当に止めてしまってもいけないというところに、ポイントがあります。でまずですねいろんな例をとってですね説明をしてみたいなというふうに思います。まあ、イメージというのはこう2つのボールがあって、これ引っ張りやっこしている状態ですね。これが上半身と下半身で、引っ張りやっこしてこう拮抗している状態で体が止まる。次はヘッドカバー、まあ、タオルでもいいですね。お互いにこう伸びている状態ですね。上半身と下半身がお互いにストレッチされていることにより引っ張られて、体が止まる。ですから何もなしに止まっているんじゃないですね。ただ止まってるんじゃなくて、上半身と下半身がお互いがこう引っ張り合っこして拮抗して止まっているということを考えてください。それでは実際に一度止めてそれから打つという練習をやってみるといいと思います。
で止めるときもですね、ただ止めるのではなくて、上と下が今差を作って、こうちょっとこうストレッチが強い状態を作ってから打ってください。ただ楽に止めているわけじゃなくて、下半身は、インパクトの方向へ、バックスイングはトップの方、上の方に、こうお互いに喧嘩し合っている状態ですね。このように足はもうターゲット方向に行こうとしている。だけど上半身は動かない。このような一度止めるスイングですね。まあ、実際のスイングでは一瞬間があるぐらいです。まあ、こんなもんでしょうか。ただこの間自体が作れない方が多いので、やはり一度止めるというね。で、喧嘩し合って体にストレッチ感を出して、それから打つというね。こういう練習を何度も何度も繰り返してください。まあ、ねじれっていうのを理解できる、ということですね。ただこう両、足腰そして上半身がツイストねじれてない状態、コイルされてない状態というのはパワーが生まれませんから、やはり少し捻転の差を作る、そして止める、この一瞬の受け止めですね。クラブの動き、シャフトのしなりを、受け止め、それからヒットしていく、まあ、それが理解できてから通常のスイングへと、ね、いわゆる、間だけですね。本当に止めるのではなくて、上半身がトップに行く寸前ぐらいの時はもう下半身は切り返しの方に向かっていると、その中で一瞬の間というものが生まれるというような感覚までつなげていけると安定したトップ作れます。そして左手の親指に乗せるトップという、ね、お話になります。まあ、左手の親指に乗せるとですね、トップの位置でシャフトのしなりを、感じることができます。もしくはクラブの重みを感じる、そしてその重さというものがクラブの、トップの位置が収まったこうセンサーみたいな役割を果たします。で、しなり戻るときに切り返しに入る、でこのセンサー的な役割ですね。で、左の肩が非常に重要で、左の肩が浮いてしまうと親指に乗らないんです。この左肩の位置というのが非常に大切になります。左肩の、そしてその動きですねについてちょっと詳細をちょっとお話ししてみたいと思います。ポイントは左肩の付け根を押さえる、上げないっていうことですね。言葉で言うと肩を下げながら手を上げるという表現になります。肩の付け根を押さえながら手が上がる、そうすると広背筋を使うことができます。まあ、肩が浮いてしまっては、親指に乗らないってことですね。こう肩の付け根を押さえて手が上がる、そうすると左の広背筋を使えます。ここで肩を下げていくような動き、この動きでクラブが上がるということですね。そうすると親指にしっかりと乗せることが可能です。肩が浮いてしまうとこのように落ちてしまうということですね。シャフトが寝たりとかですね、重みを感じない、クラブのシャフトのしなりを感じない方はここの左サイドの落としというか、ね、崩しみたいな部分をこう浮かないようにしてクラブを上げる、この感覚を理解していくと正しくクラブが乗るということになりますね。では練習方法、クラブを逆さまにして左手だけで素振りをするということになります。で、これで親指に乗せるんですね。で、やはり肩が少しこう見て分かるとおり、一回下に落ちてからじゃないと親指に乗りません。乗ってからこういうふうに振っていくと、鋭く音が鳴るように肩がこのように低く落とし込んで、親指に乗せると。そうすることで、鋭く腕を振ることが可能になります。まあ、実際のスイング、ね、ここでこの体の動きから最後に親指の、まあ、いわゆるリストコックという動きになります。まあ、おさらい、お話をしていくと、まずは体から先行したバックスイング、これが非常にトップを安定させる上で重要になります。これは見てわからないと思うんですが、下から動いてるんです。そして安定感を高める上では捻転ですね、上半身と下半身の差を作り間を作るということですね。そして最後、左手の親指に乗せる、ここがトップを収める最後のセンサーということになるんですね。トップの位置を安定させ、スイングの安定性、再現性を高めていきましょう。お知らせです。2019年、4月、原田ゴルフ大阪にて、レッスンをいたします。レッスン内容のですね、詳細はホームページの方からアクセスして、ご覧ください。公式ホームページ原田ゴルフ .jp こちらの方からお問い合わせよろしくお願いいたします。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そして次にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。